長谷川選手は総合的な能力が高い選手だと思います。And there's a great opportunity. まあこの守備もできますし、まあ、攻撃も守備も小さい頃からワールドカップやオリンピックに出るっていうことが夢だったので、まあ、それを東京っていう自分の国でプレーできたことは本当に光栄でしたし、まあ嬉しかったことの一つですけど、やっぱりそこでも世界との差というか。長谷川選手はオリンピックでピッチに立った瞬間にいろんな人から評価してもらえたら嬉しいなっていうことと、は本当にいろんな人に見てもらえる機会だったので、そのオリンピックを経験できたことはすごい自分にとって、まあ、プラスになりましたし、自分の足りない部分がたくさん見つかった大会でした。Sweden 3, Japan 1. The tears are flowing.持ってるものだけじゃ足りないということを彼女自身は気づいて、上を目指し続けることで結果的に世界的な評価や大会での結果がついてくると、他の選手よりも努力してきた選手だと思います。6歳の頃から12歳までは男子の中で一緒にプレーをしていて、すごく楽しくプレーしていましたし、男子にも負けないようにっていう気持ちでプレーしていました。12歳か13歳の頃にそのメニーナというチームに入って、そのアカデミーチームで4年サッカーをしてから、ベレーザというトップチームに上がってプレーをしました。セガ選手の人柄は、まあ、明るくて、常にこう何かを喋っててすごい前向きな選手だと思います。自分の強みは、小柄ながらも相手からボールを奪えるところや賢さっていうのは彼女の武器ですし、まあ、それを体現してステップアップしたんじゃないかなと思います。もともと自分は海外でプレーしたいっていうのが目標であったので、日本だけでっていうよりは本当にヨーロッパに進出して、そこから22歳の頃にプロ契約をしてプレーしていました。長谷川選手がベレーザの後に移籍したのは AC ミランというイタリアのチームで、そのイタリアでプレーし始めた頃もまだまだ成長できる部分はたくさんあると思ってますし、普段も日本人にはヨーロッパと同じようなフィットネスを持った選手は少ないので、日本とのサッカーの違いを経験して自分の長所をどうやって生かそうかっていうのを考えてプレーすることができました。そうですね、本当にマンチェスターの人たちはすごく優しい人が多くて、まあ、街に出ても笑顔で挨拶、何か所か日本食レストランに行ったりの使い方を教えたりして、楽しくご飯に行かせてもらってます。その WSL に興味を持っていて、世界の中でもレベルの高いリーグだったので、このリーグでプレーしたいと思っていたので、ウェストハムから声をかけてもらったときはすぐに行きたいと思いました。イングランドのリーグ1年目でしたけど、本当に自分の良さは、まあ、たくさん出せたかなと思います。そこからステップアップし、今マンチェスターシティと、今自分がやりたいチームでプレーできているっていうことが、いいチームでチームとしても個人としても結果を出せるようにしていきたいなと思ってます。次のワールドカップやオリンピックでも同じように
より上でサッカーをするために必要なことを上に行きたいと思っていて、ワールドカップではプレーしたいと思ってますし、2011年に日本が初優勝した時のように日本が盛り上がるように、まあ、プレーいいプレーを見せたいなと思ってます。